鶴見大学附属中学校、高等学校は、神奈川県横浜市鶴見区鶴見2丁目にある市立、中学校、高等学校、鶴見大学の系列校である。平成20年度より、男子募集を開始し、教学校となったため、校名を鶴見大学附属中学校、高等学校に変更した。相当集大、元山里志持寺が設立した。 仏教系学校であり、全の精神に基づいた教育を実践している。昼食は担任の指導のもと、全の作法に従っていただくことになっており、生徒に仏教を身につけさせている。また、進学指導に力を入れており、中学校から難関進学クラス、進学クラスと高等学校は、総合進学コース、特進コースとクラス、コース別に分け、 集中しやすい環境が整備されている。定期試験一週間前からは、フェローシップと称して、図書室で、マンツーマンの勉強会がある。勉学に力を入れていて、一定基準に満たない生徒は大量の課題と、補修授業に参加させることでフォローしている。国際社会に貢献できる人間を育てる、土曜日の有効活用スタディキャンプフェローシップ制、留学プログラムボランティアプログラム。 長野県の飯の東高原に本校の研修施設を設けており、サマースクール、スタディキャンプ、スキースノーボード教室、各クラブの合宿等が行われている。ありがとうございます。